イダーハウス日南の玄関、幸せを飛ぶツバメの巣がちゃんとある。あー、でもそんな緊張しなくていいですよ。まあ鳥取県日南町のライダーハウス、ライダー、はい、でもこれでライダー、はい、ちょっとライダー、止まった人いるんですか？はい、もう今100人超えてるんで、通算で。へぇ。今年に入って、17人ぐらいかな。はい。自分のブログ見てもらえると何人決まったっていう記録が。ああ、もうブログ捨てでも来てるんですね。はい、ブログと、あと、ライダーハウスのそういうまとめサイトみたいなやつ。はあ、まとめられてる。まとめサイトになって。はい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 。ああ、なるほど。そうですね。これは、これもともとあったやつですか？もうほとんどがあったもんですね。広報日南もそうだし、うん、そのこの日南町市っていうのも、はい、年季が入ってますね。これ古民家空き家ですかね。はい、元はこれが空き家なんだ。へえ、すごい。バイクのお客さんはこの部屋、この部屋で大体、はいはいはい、ボロボロと、ね、転がってますね。え、これ素泊まりっていくらですか？うちは料金取ってないんで、料金取るとあアウトだからね、うん、じゃから、まあ、無料で今のうちは泊まれると。まあ寄付。はい、でここはプライベートルームですね。プライベートルームは奥に2つ部屋があるんで、この辺はもうみんなの部屋、はいはい、でこれいつまでタダで泊まれますか？じゃあ旅館の許可を取るまでです。旅館の許可を取るまで。今年中にはなんとか取りたいなと思ってるんで、はい、堂々と宿泊料を取りつつ看板をつけつつライダーハウスがございますっていうことは。ああ、なるほど。この個人事業の本とかすげえリアルですね。はい、いいなぁ。でしょ。すげえ。で、まあおトイレとか移すわけにはいかないだろうけど、一応水洗トイレなんで。そうですね、おトイレ、汚いところほどまあ移したいですね。街から来た人にも。どうせボットンですよね。うん。ボットンに水洗つけたから。ちゃんとしたあの農州の、はいはい、農村集落入ってきて、いわゆる田舎の下水道が来てるんで。はいはいはい。なるほど、おトイレ。これがおトイレ。おトイレは右です。右？そこでサンダル履いてもらって。これがトイレ。洗面所の脇の出っ張りが2つあるんで、そこの行き違い度を両方と開けてもらえるトイレ。これを、はい、これが、おう！あ、すごい。OH、おう。何ですか、この、この絵、男と女、これ男、女を、それはイメージした。あ、ユニセックスってこと。あ、なるほど。あ、こういうことか。え、でもすごい綺麗ですよね。うん、だから街から遊びに来るライダーさんのほとんどだから、あんまり過激なボットンとかは多分ダメですね。悪いなと思って。はいはい。え、このランドリーは元々あったんですかね。もあったんだよね。うわ、マジで。で、ないと思ったから前のところから僕一個自分のやつの洗濯機を持ってきたから、洗濯機が不思議と2つあるっていうことになって。なるほど。今ちなみにエナジーにちなみにも二層式洗濯機が2つぐらいある。二層式が2つあるって不思議な世界なんです。うん、不思議だ。これはそこは開けてもらえると分かるけども、中に昔の道具があったようなところ。あ、まあそれが残ってるんですか、丸々。クワ、あ、本当だ、クワがある。あ、いいな。ゴザとか、あとこれさ、左官さんかな。左官さんじゃないな、横切りがある。じゃあちょっと入り用になったらください。一大工みたいな人が前ここを使ってたらしい。はい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 。なるなる。で、まあ山の中で寒いとこなんで、なぜかこたつだけが、こたつはいっぱいあると、うん、とにかくこたつだらけ、こたつだらけ。でこっちの部屋が一応女の子のライダーさんが来た時に、ああ閉じ込める部屋、野獣どもから守るための。なるほど。でその野獣になるのが池田さんです、ガオーと、はい、なるほど。その野獣たちを遠ざけた時に池田さんが野獣になるこの部屋、まあ、これは女性専用、女性ライダー用の部屋に。専用ってわけではないけど、まあ、女の子来たら優先で。ああなるほど、なるほど、突っ込んで、ちょめちょめな。はい、ダメでしょ。
どうなんだべ。まあ冗談だし、まあちゃんとこの女の人と男の人は分けるってことですよね。まあ気にしない人もいるけども気にする人もいるだろうから。うん。で、テレビはいただきもんです。ブラウン管。懐かしい。でもまあ使えればいいですよね。うん、あの使えないんで、チューナーをまた別の人からいただいて、見られるようになったっていう。地デジ変換チューナー。あ、はい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 。もはや手に入れるのがだんだん難しくなってきた。そうですね、ある意味レアですよね。で、まあ一応これ、ご飯とかっていうのはここでみんなで食べていいよってこと感じなんですか？うん、僕が作るとやっぱり問題が起こるんで、まあ、お客さんには弁当かなんか買ってきてもらって、セルフで。うん、電子レンジで温めてもらうのもいいし、カップラーメンを茹でてもらうのもいいし、っていう感じですね。まあ一応あれ旅行業の許可をまだ取れてないから確かご飯とかも出しちゃいけないし、あと衛生管理なんとか責任者も飛んだっちゃいけないんですよ、ご飯出すんだから。だからそれちょっとめんどくさいですよね。へえ。一応講習には行って、はい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 、うん、鳥取県のやつだけれども衛生講習がだけは自分で衛生責任者。あ、本当だ。講習会終了書。おお、通りましたね。うん。なるほど。まあ一応準備は徐々にされてきてる感じですよね。はい。はい、やってます。で、例えばこれもある。じゃん。なんですかこれ？鳥取県西部商工会産業支援センター主演の主催の平成27年度地域創業促進支援事業、まあすごい簡単に言うと県からの補助金か何かをいただくときに必要になりますというそういう修了書ですね。へえ。まあセミナーです。創業支援セミナー。はい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 、ありますね、ありますね。去年参加しました。ああ、なるほど。日南町からも参加された方何人もいらっしゃいまして、やっぱりね、うん、そういうことを考えていらっしゃる。みんな中には自営したいなとか自立したいなとか、うん、新しい事業を起こしたいなとか、うん、そういう人もいますんで。いや、僕がなんか、まあ、田舎に僕が来た腹もやっぱりその自分でなんか、まあ、商売やりたいと、まあ、僕ももともと古物はやってたしネット販売をやってたんで、やっぱりその田舎だったらそのここ農業研修生も農業だけでやっていけるわけじゃないんですよ。要するにその農業はその雪が降るまでのベースとしてあって、あと冬は何かしら仕事しなくちゃいけないんですよ。だから要するにその副業を作れる、自分で作りたい人は来たらいいと思うんですよ。その分その一つのところで勤めてればいいよっていう人は多分無理っすよね。ちょっと厳しいかもしれないですね。だから田舎暮らしの魅力としてはもう副業全然 OK なんですよね。要は人手足りないから冬は俺が農業やってても、ちょっと株式会社オロチでしたっけ、林業系の、あそこにパートタイムとも行けるし、苗を運ぶも行けるし、意外にその人がいないならいないなりでその仕事を掛け持つっていうことに対してすごい違和感ないですよね。そうですね、うん、だから僕思うにあれっすよね、あの都会ほどそのダブルワークっていうものに対するあのアレルギーっていうのはないですよね。うん、確かにそう思います。うん。なんでまあ田舎の仕事事情、僕も最初仕事ねえんだろうなと思って、手堅い収入源を得られるこの農業研修生は選びましたけど、そうでもないですよね。うん。選ばなければいろいろな仕事を探せば、あるとは思いますし。うん、まああと僕自身も今朝1時間3000円の草刈りを。やって、はい、お疲れ様でございます。ありがとうございます。だからその帰りだからそんな仕事がないわけじゃないんだよね。はい、ないですよね。うん、日南町でもだんだんとホームセンターできてきたりコンビニができてきたり、そうですね。そういう町と同じような仕事もできるようになりつつあるんで、うん、またそういうところのお店もお客さんもそうだし、従業員さんがいないと成り立たなくなっちゃうんで、ぜひ来て仕事やってください。ありがとうございます。はい、とまあこんな感じが田舎の仕事事情と、まあ、これがライダーハウス日南です。後でフォトギャラリー載っけときます。はい。